マジッククレストコヨーテビュートは、アメリカ合衆国ユタ州、カナブトアリゾナ州ページの中間付近にある、侵食地形である、連邦土地管理局によって管理されている、バーミリオンクリフ荒野の一部を成している。ノースとサウスの二つのエリアに分かれ、南北いずれかのエリアを訪れるには入場許可証を購入する必要がある。コヨーテビュートでは、ジュラキ、 ナバホ砂岩の社交層理と呼ばれる湾曲した地層が風色によって露出している。砂岩の色の変化は層内の様々な酸化鉄岩量によるものである。このエリアにはザウェーブなどの奇妙な渦巻き状の侵食岩が見られ、発見された恐竜の足跡の化石とその道筋からは恐竜の様々な形態と行動が読み取れる。ザウェーブとエイリに刻まれた峡谷、バックスキンガルチは、 国道89号から続くホソ路、ハウスロックバレーロードの途中にあるトレッキングコースの入り口、ワイヤパストレールヘッドより入場する。恐竜の足跡の化石は0.75エーカーの範囲に約1億9000万年前に作られた1000以上の足跡が密集している。そこでは未確認の流客系暗クの足跡に加えて、ユーブロンテス、 アンキサウリプスおよびグレーターの3種の異なった足跡が確認されている。ブレインロックガーデン。ありがとうございます。